ジエールシアターボリューム3、はい、相変わらずお届けさせていただいております。大変です。でボリューム3、今回は紅の豚です。はい、まあ、今日はあの黒い格好してるんですけど、僕基本赤い格好してるんで、まあ赤い格好したでもまあ俺かよみたいな感じなんですけど、あの紅の豚、てか映画自体が僕結構あのまあいろいろそのストーリーだとか音楽だとかそういうもんが好きで、あの見ることが多いんですけど、これに関しては音楽がまず非常に良いです。はい、あのなんだろう、曲名はわからないんですけどね。はい、まあ、ピアノが好きなんでピアノとかがかかってればなんかまあいいやみたいなのはあるんですけど、でそれとあとあのもう豚なのにあのかっこいいんです。なぜか紅の豚、豚さんキャー豚さんよかわいいかっこいいとか言われちゃうみたい なんかセリフ回しもいちいち豚のくせにしゃれててなんだこいつみたいな、知性のあるおしゃれな豚さんの物語です。はい、好きです、大好きです。紅の豚チェックしてみてください。ジブリ映画間違いないです。ラピュタも大好きです。はい、というわけでボリューム3、はい、GLTV、はい、以上、ダイノがお送りいたしました。どうもありがとうございました。